こんにちは、デリシュキッチンです。今回はナポリライスを作っていきます。まずは玉ねぎを1センチ角に切っていきます。ピーマンは種を取って、こちらも1センチ角に切っていきましょう。ウインナーソーセージは輪切りにしておきます。続いてフライパンにサラダ油を引きます。ご飯を入れてほぐすように炒めてください。そこに玉ねぎ、ピーマン、ソーセージを加えてさらに炒めていきます。野菜がしんなりしたらご飯を寄せて、フライパンの底にケチャップを入れて混ぜていきましょう。そこに塩コショウを加えて炒めたら、一旦器に移しておきます。空いたフライパンにサラダ油を入れて卵を割って入れてください。好みの硬さまで焼き上がったら、ご飯の上に乗せて完成です。以上、デリシュキッチンでした。